YouTube を見ていただいている皆さん、こんにちは。ゆうたろうと文次郎です。今日は令和3年11月の4日木曜日です。気温はね、もう10度を切って風は冷たいです。今サンフラワー、富良野に苫小牧港から乗り込みました。お部屋にね、荷物を置いて、文次郎君は食堂で食券を買ってね、戻ってきました。今ね、5階のデッキに出て、これから出発するね、北の大地、北海道苫小牧港を文次郎君と眺めています。北海道に来て4泊5日の旅、皆さんにはね、大変お世話になりました。いろいろなところに連れて行っていただいたり、ご馳走していただいたり、またみんな皆さんとね、会えたりということでね、今回は11人の方とお会いできました。文次郎君とね、文太郎、一緒に写真を撮ってもらったり、可愛がっていただきありがとうございました。これでね、今日これから19時45分ですか、18時45分ですか、まもなくね、船は出ます。関東のね、茨城県大洗に向かって出発するそうですが、途中、今日はね、外洋に出ますとかなり波が高いということで揺れるそうです。お風呂もね、早めに切り上げてくださいということで言われました。私どもはね、自衛隊並みに訓練をしているもんですから、船酔いは大丈夫だと思うんですが、明日ね、大洗港に無事着けることを祈っています。北海道でよくしていただいて皆さん、私どもは来年また1月にやってきます。その時までお体に気をつけてお過ごしください。また皆さんとお会いできることを楽しみにしています。ではそろそろ出発になります。皆さん、また次の動画でお会いしましょう。